桜川の桜は、茨城県桜川市磯部にある桜である。磯部稲村神社の参道沿いと隣接する磯部桜川公園の丘陵地一帯約5000平方メートルに、山桜やソメイヨシノなど、約800本の桜が植栽されている。日本国の天然記念物であるとともに、桜川のので、日本国の名称に重複指定されている。 西の吉野、東の桜川と並び称された桜の名所であり、世阿弥の陽極桜川の舞台となった場所である。桜川の桜は、山野に自生する山桜を中心とする桜の木の群衆で、天然記念物指定時点の1974年には577本あった。しかし、樹木の老齢化や病害虫の発生などで腰が進み、 代わりに植えられたソメイヨシノの比率が増している。大まかな傾向を述べれば、磯部稲村神社の参道周辺は白山桜、磯部桜川公園の池の周囲は、ソメイヨシノが多い。2010年代には、約800本の桜が磯部桜川公園で見られる。磯部桜川公園では、里桜の代表品種である不現像や、白い花を咲かせる、白山桜をはじめ、 霞桜、長州日桜、佐野桜、大島桜、白雪、八重紅虎の王、寒日桜、剣毒日桜,桜、白貸、う右近、湖南伝、大山桜など、多種多様な桜が見られる。このため、磯部の百色桜の異名を持ち、学術上貴重な個体も多い。特に、三好学が命名した桜川に多い、カバに多い、梅鉢桜、白雲桜、 薄毛桜、初見桜、初主義桜、源氏桜、大和桜、青毛桜、青桜の11種は基重種であり、天然記念物指定に貢献した。開花時期は一様ではなく、長期にわたって桜の花を楽しむことができる。平年通りであれば、見頃は4月10日前後であり、この時期に桜祭りが開かれる。山桜系の木々は一本ごとに遺伝子が異なっており、 本来桜川市に自生する桜は山桜であった。磯部稲村神社は、日本穂高が、東国平定の後で、伊勢神宮と鹿島神宮から分類して創建されたと伝えられる神社であり、近代社格制度に基づく、旧社格は豪王社であった。祭神の一柱が、この花桜姫命であり、桜との関係が指摘されている。 遅くとも、江戸時代には参道に桜並木があり、桜は、新木となっている。付近を流れる桜川の名は、磯部稲村神社付近で桜の花びらが川面に浮かぶ、様から命名されたものである。また平成の大合併に際して、岩瀬町、真部町、山戸村の三町村の合併後の氏名として、この川の名を取って、桜川市と命名された。桜川市には、 桜川の桜の他にも高峰山という桜の名所があり、こちらは住民が手入れした自生の山桜と森の新緑がパッチワークのような景色を作り出す。洋曲の桜川は日向国と日立国の二つを舞台としており、後半の日立国側の舞台が桜川である。身売りした娘、桜子を追って東国に来た母は、京女と化し、桜川のほとりで、 娘の名と同じ桜の花びらを救い集める。ここで近くの磯部寺に弟子入りした桜子が現れ、母子は手を取り合って帰国するという物語であり、桜の美しさに親子の愛の美しさを重ね合わせた作品となっている。ゼアミは、足利持氏の命を受け、磯部稲村神社の磯辺助行機関主が献上した花見物語をもとに創作したと伝えられる。 なお桜子が勤めた磯部寺とは、磯部稲村神社の傍らに設置された神宮寺のことである。磯部稲村神社では不定期に、陽曲、桜川が公演される。桜川の桜平安時代には、きつらゆきが東国への思いを馳せて、桜川の桜を赤に読み込んでおり、古代から桜の名所とされてきた。きつらゆきの歌は、常よりも春へになれば、 桜川並の花こそまなくよすらめであり、歌枕として他の歌人にも読まれている。当時は磯部の百色桜と呼ばれていた。室町時代には世阿弥が土地に伝わる物語を題材として、洋曲、桜川を制作した。江戸時代の元禄七年には、徳川光国が観王に訪れ、桜川の桜に惚れ込み海楽園の南西の川包みに桜を移植し、 付近を流れる中川水系の河川に桜川と名付けている。川堤に移植された桜は毎年春に花を咲かせ、水戸で桜の名所となった。三つ国は水戸だけでなく、江戸の飛鳥山にも移植したという説がある。また後の時代に、武蔵国小金井や江戸城の庭、隅田川堤、上野山、新宿御苑にも移植された。1924年、桜川の名所で、 日本国の名称に指定された。1974年7月16日には、桜川の桜として、日本国の天然記念物に指定を受け、名称との二重指定になった。指定当時は、山桜がほとんどであったが、古紙が進み、染井吉野に植え替えられていった。桜川市では、桜川の桜を町おこしにつなげようと桜川市、昭工海青年部を中心に、 桜咲く里プロジェクトを立ち上げた。桜の保護や苗木の食事は日本への会が行っている。2017年4月には山桜の町としてのブランドを確立すべく桜川市役所山桜課が設置された。JR 水戸線羽黒駅から茨城県道、栃木県道257号西小花はもう河川を北上し合算寺手前で西に折れると 磯部桜川公園に到達する。羽黒駅からの道のりは約2 3トルで、徒歩約20分、自動車で約5分である。ただし、羽黒駅にはタクシーが常駐していないため、常駐のタクシーを利用する場合は、羽黒駅隣の岩瀬駅を利用することになる。自動車利用の場合、最寄りのインターチェンジは、北関東自動車道、桜川畜生インターチェンジ、 または、笠間西インターチェンジであり、どちらからも10分程度である。磯部桜川公園の駐車場は60台収容、可能である。ありがとうございます。